なんだ？こいつらみんな神の酒目当てで来たのかよ。この敵の数、平星のごとく。だが、おきれは取れぬ。神の酒は箱に入っているようです。一個ずつ壊して確かめていくしかないでしょう。箱の在りかを聞き出せるか。酒に対してはまさに歌うべし。死体を高める酒か、ぜひあやかりたいものよ。お力添えいたします、曹操様。できれば私にも少し分けていただけると。この箱ではなかったようですね。次へ参りましょうか。眩しいほどの武だな。天の太陽のごとくだ。殺されたのはそれがしだけか。神の酒、きっと極上の味がするのだろうな。この闘争を制し勝利の美酒とせん。これは普通の酒だ。マイク、これももらっておくぜ。この辺に箱があるみてえだな。壊して中身を確かめてやら。お前も神の酒を狙っているのか。虎と戦う覚悟はできているの？これも違う。だが、いずれは正しい箱を引き当てられよう。神の酒に闘争を捧げん。天下無双の働き、皆を奮起させてくれるでしょう。神の酒はわしが手に入れる。武士たちには諦めてもらうぞ。その武勇、戦況を有利にしてくれるでしょう。神より知識を授かるのが自分の任務だ。地図作りにも役立つだろうか。尊厳の役に立つためだ。悪く思うな。それにしてもこれだけの賞が集まるとは。いにしえから英国には酒の器がつきものですが。まぶしいほどの武だな。天の太陽のごとくだ。うん、はあ。
されたのはそれがしだけか。次こそ出る、出るはずだ。さあ急ぐぜ。これ以上の成果は上がらぬ。撤収する。お、やるな。ま、俺様が認めたやつなら当然か。散らしてくれるわ。うん、酒の話は彼らは理想の分を示さない。あっ、何だと期待させやがって。まとめてぶっ倒してやる。どこから嗅ぎつけたのだ。回収せねば。あなたも食い散らかしてやれ。中身は決まったぞ。この文様回収しろって言われてた瓶だ。中身を全部舐めちゃえばバレないよな。その武勇、戦況を有利にしてくれるでしょう。うまいな。酒は百薬の長。あるよ、酒は憂いを払う玉吐きとも。全軍、包囲を緩め、突出してはならぬ。各隊、数折りを生かして徐々に敵を追い詰めよ。敵が急に統制の取れた動きを。眩しい炎の武だな。天の太陽のごとくだ。鼓舞されたのはそれがしだけか。形勢は不利、視野のしどころです。ありがとうございます。助かりました。勇者に向かうとはこのことよ。結局神の酒は手に入らなかったな。一口味わってみたかったぞ。いや、これでよかった。そのような酒があっては皆怠けてしまう。ええ、学問の詩も己の頭で考えるから価値がある。このお話は忘れるのが良さそうですね。
うまくいきましたね。見ろ